こんにちは、アングロです。今回の話題はこれです。ドーン、ビットコインが400万円割れの急落、原因はどうすればいいのかに書きます。チャートドーン。あー、これはビットコインの冷やしチャートです。最高値は2021年11月につけた6万9000ドル。アメリカの量的緩和縮小の決定を境に下降トレンドに入り、2022年1月に 32,917 ドルまで下がりました。2月から4万ドルを行ったり来たりする展開となり、3月に年初来高値の 48,189 ドルまで上がりました。4月以降は下落基調が続いていて、5月9日にマイナス 12% を超える急落発生して1月を安値割り、5月10日に年初来安値の 29,730 ドルまで下がりました。ズームアウト。これはビットコインの週足チャートです。3万ドルを割ったのは2021年7月以来なので9ヶ月半ぶりです。サポートラインにタッチした状況です。ちなみに円建てビットコインはまだ1月も価格を割っていません。今回の下落はアメリカの金融引き締めによる株価下落の影響もありますが、牽引したのはこれです。ドーン、テラのルナショック。これは2022年5月9日の価格を 0% として、現在までに何%に換したのかを表したものです。時価総額上位のコインを表示しています。暗号資産全体が下落している中、ルナの下落率がマイナス 51.8% で特に大きいです。終値の最大下落率はマイナス 62%、安値ではマイナス 65%。テラは分散型のステーブルコインを発行しているプロジェクトです。ステーブルコインとはですね、1枚1ドルのように価格が安定しているコインのことです。例えば、有名なステーブルコインの USDT や USDC は、発行枚数と同じ金額分の法定通貨を保管することで1枚1ドルの価値を保証します。これを法定通貨担保型のステーブルコインと言います。ちなみに、USDT は、社債や貴金属などの法定通貨以外の資産も担保にしています。一方、今回暴落したルナは、無担保型のステーブルコインです。担保はなしに仕組みで1枚1ドルの価値に誘導するので、アルゴリズム型ステーブルコインと呼ばれています。なお、テラはステーブルコインを発行しているだけではなく、テラのブロックチェーンはスマートコントラクトを実装でき、分散型金融などのアプリの開発が行われていますが、今回はステーブルコインの機能に着目します。テラが発行しているドルペックのステーブルコインの名前は、テラ USD。略して、UST。USD は1枚1ドルで安定するアルゴリズム型ステーブルコインですが、最近こうなりました。ドーン、暴落。5月7日に 0.98 ドルまでの怪しい下落が発生したと、5月9日に大暴落、5月10日に安値 0.6 ドルまで下がりました。1枚1ドルが1枚 0.6 ドルになったので 40% ダウン。ステーブルコインとしては信じられない下落です。そしてこうなりました。ドーン、反発。数日経っても1枚1ドルのステーブルコインに復帰できていないので予断を許さない状況です。次っと、これはルナの冷やしチャートです。2021年1月の元旦発電は 0.65 ドル、バカ上げして2022年4月に最高値の 119.5 ドルをつけました。2021年の元旦発電から184倍。5月9日は65ドル、5月10日に23ドルまで暴落しました。USD とルナの両方揃って暴落した理由は、価格を安定させる仕組みを理解するとわかります。その仕組みは、USD1 枚を1ドル分のルナと必ず交換できるという仕組みです。テラステーションという分散型システムに USD を持っていけば、必ず USD1 枚あたり1ドル分のルナと交換できます。例えば、USD1 万枚をテラステーションに投入すれば1万ドル分のルナがもらえます。逆に1ドル分のルナも必ず USD1 枚に交換できます。ここで問題です。ある投資家が1000ドルを持っているとして、 USD の市場価格が1枚2ドルに上がったら投資家はどうしますか？そうです、まず投資家は市場でルナを買い、そのルナをテラステーションで USD に両替します。この時、テラステーションの内部では、投資家が投入したルナを焼却し、
USDT を新しく発行して投資家に渡します。つまり、両替によって USDT の流通枚数が増え、ルナの流通枚数は減ります。投資家は1000ドル分のルナを両替したので、USDT 1000枚を手に入れました。そして投資家が USDT 1000枚を市場で売ると、市場価格は1枚2ドルなので、2ドル×1000枚イコール2000ドルになり、資金が倍になりました。ご覧に、USDT の価格が上がると、USDT に両替する需要によって USDT の流通枚数が増え、価格が下がりやすくなります。次の問題です。ある投資家が1000ドルを持っているとして、USDT の市場価格が1枚、0.5 ドルに下がったら投資家はどうしますか？そうです。まず投資家は市場で USDT を買います。1枚 0.5 ドルで1000ドル分を買うので、2000枚の USDT を手に入れます。次に投資家はテラステーションに行って USDT をルナに買います。この時テラステーションの内部では、投資家が投入した USDT を焼却し、ルナを新しく発行して投資家に渡します。つまり、両替によって USDT の流通枚数が減り、ルナの流通枚数は増えます。投資家は USDT 2000枚を両替したので、2000ドル分のルナを手に入れました。そしてすぐにルナを市場に出れば2000ドルが手に入り、資金が倍になります。ご覧に、USDT の価格を1枚1ドルに安定させる仕組みは、ルナと USDT を固定レートで両替する機能を用意し、両替元のコインをバーン、両替先のコインを新しく発行してコインの売り安と希少性を変化させることで価格を1枚1ドルに誘導する仕組みです。なので、もし USDT の大量売りが発生して USDT が暴落したら、USDT を買ってルナに換金して売る流れが加速するので、ルナの流通枚数の爆増と売り圧によってルナの価格も暴落します。つまり、USDT の価格を維持するためにルナを犠牲にするイメージです。USDT が1枚1ドルから離れ始めたきっかけは、アンカーという年利 19.5% の高利回りレンディングサービスから突然7000億円相当の USDT が引き出されたことです。テラの上も別のサービスから200億円相当の USDT を引き出しました。これによって USDT の信用リスクが高まり、USDT が暴落、それに引きずられてルナも暴落しました。その他、運営は USDT が暴落した時に買い支えるための準備金として、運営のルナを売ってビットコイン買い、約3800億円分のビットコインを保管していました。そのビットコインを USDT が暴落した後にバイナンスに送金したことも市場の警戒感を大きくしています。以上のように、最近の暗号資産の下落はアメリカの金融引き締めによる株価下落の影響だけではなく、テラの信用リスクの高まりによるステーブルコインの暴落も暗号資産全体の下落を牽引したと考えられます。テラのシステムの持続可能性については、ルナの買い注文が存在する限り持続は可能です。しかし、もし今後投資家がルナの下落を経過して買い注文が減少していき、ルナの流動性がなくなったら、投資家は USDT をルナに換金して売れなくなるので、そうなると1枚1ドルに誘導できなくなって USDT のアルゴリズムステーブルコインは破綻します。ルナが破綻したら暗号資産全体に大きな影響を及ぼす可能性があるので、今後のルナのチャートの動きは要チェックします。チャートダウン！これは USDT の予想インフレ率です。この予想インフレ率は、1ヶ月の流通枚数の増加ペースをもとに、その増加ペースがついたら1年後に流通枚数が何パーセント増加しているのかを見積もった数値です。時価総額割る価格イコール流通枚数と見立てて計算しています。USDT の予想インフレ率は高く、2021年11月から爆増が始まり、最大は 2441%。100% を超えていることがほとんどで、2022年5月9日、141%。次っと！これはルナの予想インフレ率です。マイナスが多く、2022年5月はマイナス 35%。次にビットコインの投資判断について。ビットコインの信用リスクが高まったわけではないので、投げ売りする必要はありませんが、ビットコインは過去2回、半減期の翌年から暗号資産の冬の時代が始まっていて、それに似てきたという話をよく聞くようになりました。似ている話については別の機会に話します。いずれにせよ、今までのビットコインの投資で爆撃できた人は、今回のような状況で一時撤退した人ではなく、暴落中にひたすら買い続けた人が多いことは確かです。もっと落ちてこいよ！以上、ビットコインが400万円割れの急落、原因はどうすればいいのか、の解答でした。この動画が面白かったらグッドボタンします。富岡さん、ご視聴を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後のご視聴ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。